気ままな隊長の実況部屋。気ままな実況部屋へようこそ。どうも隊長でございます。さて今回なんですけれども、フリーホラーゲームの方遊んでいきたいと思います。で今回遊ぶゲームがこちら、彼岸亭怪というゲームですね。こちらですね、今年の夏に七つ怪というゲームを遊ばせていただいたんですよ。でその七つ怪の前々作にあたる作品になっています。で七つ怪を遊んだ時にね、この彼岸亭怪とあと無双病っていうゲームがあるらしいんですけど、そちらのシリーズを通して第3作品目らしかったんですよね、七つ怪が。で一応どの作品から遊んでも楽しめるようにはなっているらしいんですけれども、やっぱりねストーリー自体はねちょくちょくつながってるらしいので、それやっぱり遊ばないわけにはいかないということでね、ぜひ遊びたいと思うって以前の動画でも言ったので、七つ怪の時に今回ね彼岸亭怪から遊んでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで早速いきましょう。天外奇譚怪の章。ああ懐かしい、ひよりちゃん。以前ね七つ怪で遊んだ時もう確かこの制服姿だった気がするんだよ最初。だけど途中から初っ端からもうすぐにね、なんか着替え衣装チェンジができて、その七つ怪だとね、で浴衣で遊んだんですよ、夏だからっていうことで。だからねこれがデフォルトだと思うんだけど、この姿全然慣れない。浴衣に慣れすぎちゃって。まあはい、ということで行きましょう。行ってきます。今日もいい天気だな。動けそれだけなのコメント。生徒手帳持ってるね。絵描きのものは本校の生徒であることを証明する。相沢日和、7月12日、7月1日発行、天外高校、メモ、操作方法。あ、ジェイです。イベントスキップね。それは覚えとこう。会話はないよね。システムは前。これでいいや。セーブはウルフだから20。OK。さて、どっちに行けばよろしか？早く学校に行かないと。ということはこっちか。これダッシュあるって言った？ダッシュないよね、これきっと。こういうのっていろんなとこ探索したくなっちゃうんだけど、私。びっくりした。今あっちから猫の鳴き声がしたような。猫、あ、いた。猫が降りられなくなったのかな。よいしょっと、大丈夫だからね。いた。大丈夫？怪我はない？行っちまったぜ。行っちゃった。怪我もなさそうだし、いいかな。あれ、何か落ちてる。首飾り。ひょっとして猫の首輪かな。すぐには見つからなさそうだね。放課後探してみようっと。これは必須イベントだった？今何時かな。もうこんな時間？普通の道行ってたら間に合わないよ。近道。ちょっと嫌だけど近道するしかないかも。それがこの彼岸亭って呼ばれてる場所みたいな、そういう話もしかして。ここ人気がないし怖い噂もあるからあんまり通りたくないんだけど。あ、朝だから大丈夫だよね。早く取り抜けちゃおう。行っちゃおう。今何か音がしたような。気のせいだよね。もう行こう。石。ああ怖かった。ここまで来れば安心だね。着いたの学校。着いたらしい。終わったらしい。時が経つのは早いようで。遅刻にならないでよかった。すっかり暗くなっちゃったな。あれ？
私いつもの道通ってきたと思ったんだけど。あれ通れないんだけど、こっちに、あ、戻るのか。え、え、どうしてまたここに。これは次元の狭間というものか。素直に行きましょう。こっちは何もない。まあこっちに行けという暗示だよな。ちょっと怖いけど。なんか館できてる。すっげえ不気味な館できてる。な、何これ。まさかこんなのなかったのに。彼岸花がなんでこんなに。すんげえ気味悪いし、いけねえ。石の置物なんだろうこれ。すんげえ気味悪いんだけど。何か書いてあるみたいだけど読めないや。なんかそれぞれに置くのかな、入れるのかな。ここ本当に公園なの。少し欠けてるみたい。もう一つあった。古そうな置物。セーブしますか。 OK、 入るしかないよな、もう。なんなの。戻れないみたい。どうしよう。ああ、でこっちにも道がないっていう話。進めない。こんな、うおー、すっげー雨。すっげー雨降ってきたよ。こんなの朝はなかったのに。あ、雨。朝はあんなに晴れてたのに。雨の表現がすげえ。入るしかねえよな。ここにいても仕方ないし、入ってみよう。ハロー。すみません、誰かいますか。誰もいないのかな。それにしてもここ一体何なんだろう。さてここからセーブの方がいいかな。お、なんだこれは。しおりが挟まれた本。天外村の歴史その1。この地域が天外村と称されるようになったのは江戸時代以降だが、その理由には諸説あると言われている。その中でも最も有力なのは、この村の名産である彼岸花の別称である天外花から名付けられたという説である。天外村、それって天外町の昔の名前だったはず。それだけ。大きな絵、彼岸花かな。こっちに2が張りそうな。名称百景、百景の13、彼岸亭。古来より彼岸花の産地として知られる。この村の中でも彼岸亭周辺の彼岸花はその質量ともに別格である。花びらは血のように赤く鋭く、大地を埋め尽くすかのように咲き誇る姿には幻想的な美しさがあり、一度目にすればたちまち虜になってしまうだろう。またこの地は曰く付きの場所で怪談めいた噂が絶えないことでも有名である。現在に至るまで彼岸花に魅せられた数多の人々がここに移り住み、その誰もが偶然とは言い難い災難に見舞われている。数年前は旅館として栄えたが、事件や事故が相次いだため手放されることとなった。現在はある資産家の屋敷となっている。彼岸亭ってこのお屋敷のこと。声がね、ちょっと変だな今日。いや実はねこれね、ため撮りなんですよね。そう、別のフリーゲームこの撮る前に撮ってて、まあ、分かると思うんだけど、そう、ため撮りなんですよ同じ日に。トイレはやだ。トイレはまだ行きたくない。入れない。こっちは鍵かかって変だな。鍵がかかっているようには見えないんだけど。
ほう。上の階、鍵がかかっている。鍵がかかっている。なんか銅像あるぞ。石膏像。入れた。またなんか入りたくねえような部屋だな。金属たわし。お、これ何かに使えるかも。ゴミバサミ。古びた雑巾。ほうきが立てかけられている。吸い殻は各自処分すること。バケツの持ち出し厳禁。鏡の清掃は必ず複数で行うこと。なんで？鏡には自分が映っている。なんだ、真ん中だけ点々点で蛇口は黒ずんでいる。何もなさげかな。次の部屋。何もナッシング、何もナッシング。とりあえずゴミバサミゲットしたからセーブをし、セーブはこまめに。じゃああと反対側かな。石膏像、開いてない。こっち2部屋しかねえんだな。鍵がかかってる。錠前の2桁の番号を合わせれば開くようだ。まだ解けられないな。解けないんだね。なになになに。なになになに。キンキンキン言ったぞ。え、なにキンキンキンって。石膏像は何もない。え？何もねえぞ。やっぱトイレか？トイレ嫌なんだよな。入るか。バケツの中に何か捨てられている。これは手紙？くしゃくしゃになってるみたいだけど。ここは呪われている。一刻も早く封じるべきだ。どういうこと？呪われてるってストレートだな。男子便所じゃんこれ。あんまり見たくない。まあ女の子だもんな。日和ちゃんどっちかっつうと清楚だもんな。白い便器。なんか変な匂いする。そりゃそうだよ、長年も使われてない男子便所だぞ。こっちは女性かな。女性用。はいはい。鏡には自分の、自分の鏡、自分の鏡。いやー開けんのやだな。ほっ、和式便所。ほっ、なんかあまり長居したくないな。ほっ、閉じ込められたりしないよね。それフラグな気がするんだけど。最後行くぞ。せーの、よっ。なんもないんか。黒ずん、帰る時までがほらさ。帰る時までが遠足じゃなくてホラーゲームなんだよ。便器の中に何か落ちている。ゴミバサミとで取ることができそうだ。じゃあ取ろうか。よし取れた。使用人部屋の鍵、かっこ汚い。ひどい匂い。そこの水道で洗おう。水出る。お、出た出た。鍵洗ったと。これでもう大丈夫だね。あ、鍵の札に何か書いてるみたい。ん？2階西側中央。西側だから左側だね。OK。行きますか。うわっとって、なんか映ったよ。西側中央でしょ。ここか。OK。おお、またまた広いな。錆びついて開かない。錆びついて開かない。開かない。錆びついて開かない。錆びついて開かない。開かない。もう、もう3連続で錆びついて開かないっていうのは分かっただろうから、もうめんどくせえしいいかなっていう、そういう、ちょっと雑さが出てるのか、それとも本当にただただ開かないのか。ランプの明かりはついていない。ボロボロになったハンカチがしまわれていると。置き書き。
執事長から脱衣所を通る際は扉に日本酒をかけるようにと言われた。よくわからないが、そうしないと脱衣所の扉が開かないらしい。どういう話だよ。まあここはいろんな変人たちの持ち物になった屋敷だ。どんな妙な細工を施されたとしても不思議ではないかもしれない。もしかして脱衣所ってあの鍵のない扉のことなのかな。日本酒があればそこに行けるみたいだね。どこかに置いてないかな。日本酒ね。お札がびっしり。やだな。日記。丸月丸日、今日からこの屋敷で働くことになった。友人たちはお化けが出るので出るだのたたられるだの言っていたが、そんなものは迷信に決まっている。おそらく俺が羨ましいんだろう。こんな高い給料をもらえる仕事なんてそうあるものじゃないからな。昨日から真夜中に甲高い金属音が聞こえる。その話を隣のやつにすると音なんてしないと言っていた。どういうことだろう。俺はからかわれているのだろうか。おかげで全く眠りはしないというのに。うるさい。音は止まらないどころか一日中鳴り続けるようになった。うるさい。なんで聞こえない。みんなうるさい。うるさい。早く誰か止めてくれ。頭が割れそうだ。俺がおかしいのか。いや、そんなはずはない。おかしいのは。後のページは黒く塗りつぶされている。ランプにはほころをかぶって、特になんもねえな。はい、ということでちょっとね、時間もちょうどいいんで、一旦今回これを終わりにしたいと思います。次回は多分日本酒探すでいいのかな。日本酒の方を探していきたいと思いますので、次回もまたぜひよろしくお願いいたします。ということでね、僕のチャンネル登録と高評、この動画の高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。それではバイバイ。